医療法人社団、シュゲカズカイ西新井病院は、医療法人社団、シュゲカズカイが、東京都足立区西新井本町に設置する病院。東京都の災害拠点病院に指定されている。チェジウ出身の金間優が1953年5月に創設した。創立三大方針は、朝日新前。 民主的医療センター、社会福祉である。2015年10月1日、現住所に地下1階地上6階建ての新病棟を開設し、移転した。それに伴い、許可ベッド数が296から207に変更した。2020年2月現在では、許可病床数が196床にて運用されている。以上の高校外科以外の診療科の外来診療は、 系列のシゲカズクリニックにて行っている。創立借金1万有東京都医療機関薬局案内サービス東京都福祉保健局2021年6月20日閲覧災害拠点病院一覧厚生労働省2021年6月20日閲覧救急医療機関一覧東京都福祉保健局医療政策部 救急災害医療科救急医療担当2021年6月20日閲覧東京都における脳卒中医療連携の取り組み東京都福祉保健局医療政策部救急災害医療科2021年6月20日閲覧 ABCDE アクセス西新井病院2021年6月20日閲覧一般財団法人 シュ記念財団定款第5条、同別表、朝鮮新報2001年6月8日 http コロンスラッシュスラッシュ www1.korea-np.co.jp スラッシュ sinboj スラッシュ sinboj2001 スラッシュ6スラッシュ0608スラッシュ51ド htm ありがとうございます。